で、川村は副団長やったんですよね。で、俺が団長だったんですよ。で、俺が喧嘩が強くないみたいな感じにしたいみたいだけど、そんなのが全然通じません。ね。今度、柳のタケちゃんまた呼んでこようかな。警部君ね。柳のタケちゃんは、格闘技団体の、社長だったじゃないですか。ね。で、V シネマとかも何本か出てるし、エキストラでね。で、まあ、ハーレー・ダビッドソン乗ってるしね。2台持ってるから。ね。柳のタケちゃんちょっとお願いしようかな。また。ね。警部君に2回、ね。喧嘩で、決められるチャンスがあったんですよ。ね。だけど、警部君には、ね、喧嘩売れなかったって。柳田たけちゃんは上の方ね、10個ぐらい占めてるんですよね。相当やばかったんですね。あ、芸能人のこの話は自分はそんな芸能さんないんで。まあ、なんかそういうの、あれじゃないですか、感覚あるから、そういう人のなんかマス話とか、なんか、そういうのってあれじゃないですか。まあ、何人というか、そのエンセン君とね、マッククロードと、ジブラ、いいですか、ジブラ、マリフラン一緒にしたことあるよって。でまず自分